いや久保さん、今回ですね、なんか漫画本ですか、ちょっとあれわかんないですけど、まあ今回不安の話がね、まあ設定の話というか不安の話というか、僕はね、やらないことに不安を持てと、やらないことに不安を持てにしましょうか。みんな将来不安ですって言ってるにかかわらず、将来が不安なのにやってないことに不安を感じてないっていう、どういうことやねんっていう。いや、やらないことに対してもうやばくないっていう不安持たないとやばくないですか。え、今日動画アップしてねみたいな、あ、不安だみたいな、ないっすよね。あ、めんどくせえなみたいな話ですよね。だけど将来は不安あるっていう、どういうことやねんそれ。将来不安に思ってるんだったらめちゃやろうぜっていう、めちゃやってない自分に対して不安を持って、めちゃスキルがない自分に不安を持つべきなんですよ。なんか初心者でも稼げますかって言ってる自分に対して不安を持たないと、え、俺まだ初心者なのみたいな、え、俺まだ初心者みたいな、やべえなみたいな、やべえ、早く初心者脱却しないとみたいな、早く勉強して早くスキルつけないとっていうとこに不安を持つ人がいないんですよ。初心者でもできることないかなみたいなね、初心者でも稼げるものないかなみたいなね。いや、単純にね、まあそれでみんな騙されてるわけじゃないですか。なんで気づかんのっていう、自分のスキル上げればいいじゃないですか。初心者でも稼げるっていうね、まあ僕もね売ってるんで使いますよ、キャッチコピーで。それはみんなそれが求めてるんで、まあでもこの教育動画は教育コンテンツは言いますけど、セールスとはちょっと別なんで。セールスの時はね、初心者でも、いや1日30分でとかいろいろ使いますけど、でもね、はっきり言うと初心者だから稼げないんですよ。終了。え、そうじゃないですか、初心者でも稼げますか、初心者だから稼げないんですよね、今初心者だからか稼げてないんですよねっていう。だってぶっちゃけですよ、これちょっと上から目線になってるかもしれないですけど、単純にやれば初心者じゃなくなるんで、いや吉谷さんだからできるんでしょ、いや僕ぐらいやりました、いや僕ぐらいやれば、いや大体できるよって、いや大体誰でもできるよって、吉谷さんだからできるんでしょ、いや僕相当量やってるよって、ただそれだけなんですよ。久保さんもただそれだけですよ、人より相当量をやったって、ただそれだけです。じゃあ久保さんが人よりなんかスキルがあるのか、もしね久保さんがセンスがあってスキルがあって、あ、じゃあスキルはあるとも今ありますけど、久保さんがね天性があってスキルがあって、なんかわかんないですけど、なんかあったとするじゃないですか。もうチャンネル登録者数10万人いってますよね、10万人だってもう才能があるんですよね、 YouTube の才能があるんですよね、多分1000万人いってるかもしれないですね、才能があるから。久保さんの YouTube の才能があるから、もう1000万人いってるかもしれないですよ、才能があるから。才能ないっすよ、みんな、ないから量やるしかないっす。え、そうじゃないですか、才能がないからね、天才じゃないから量やるしかないっすよ、これ以外道はないっすよ。だって練習量からしか質生まれないんで、天才はその練習量がね 1,2 回で質が生まれるかもしれないですけど、凡人は量の練習、絶対的な練習量ですね、絶対的な練習量をやらない限り、その自信も出ないし、スキルアップもしないし、なんかそのね、例えばその、ククもね、ククどうすか、ククイン1が1、イン2が2、イン3が3、イン4が4、2、2が4、2、3が6、2、4が8、2、4、2、18、クク10、81だよな、クク82か、まあいいや、とりあえず、ククの表見るじゃないですか、1、2回見て覚えました、クク。全部暗記できました、1、2回見て、クク暗記できました、まあ天才ですね。僕はクックを覚える上で、お母ちゃんと、覚えてますけど、母ちゃんと風呂入りながら風呂場でイン2が2、イン3が3っていうずっとやってましたよ、イン2が2、イン3が3。風呂場でずっとね、お経ですよ、もう唱えてましたよ。覚えてますね、3が9みたいな、3、4、12、4、4、16みたいなね。え、それどうすか、なんかその反復やってません、クク。多分大抵の人は多分ククを覚えるのに反復してやったと思うんですよ。なんか 1,2 回ククの表を見て覚えましたっていう人いてます？いるんだったらもう稼げますよ。
だって1、2回習ったらもうできるんでしょ。だから無理なんですよ。だから諦めた方がいいですよ。1、2回でできるって諦めた方がいいですよ。もはや。もう絶対的な量からしか質は生まれないし、絶対的な量からしか経験値生まれないし、絶対的な量からしか自信生まれないんで、自信がありません。それは絶対的な量をこなしてないから自信がないですよ。当たり前ですよね。だその当たり前のことは当たり前に言ってるだけなんですけどね。でもラッキーでしょ、これ。当たり前のことを当たり前に言うだけで、あ、確かに吉谷さんの言う通りだ、やらないとって思ってもらえるんですよ。これめっちゃ良くないですか。当たり前のことを当たり前にやって当たり前に言うっていう、ただそれだけで、あ、なんかいい話、いい話というか、まあその通りだよなとって思ってくれる人がいるんですよ。でファンがつくんですよ。で商品が売れるんですよ。ありがたい、当たり前のことしか言ってないそう、ラッキーですね。だから当たり前のことがどれだけできないのかって話ですね。だからまあ当たり前のことができない人が多すぎるので、当たり前のことを やるだけでも勝てますよって話です。ある程度、まあ、本当ね、ありがたいですよね。ありがたい。みんなが当たり前のように当たり前にやってたら勝てないですよ。勝てない。僕なんか、僕勝てないですよ。はい、ということで久保さんの動画を映すんで、よかったらどうぞ。はい、ロストジェネレーションの世代の方に今日はね、こんな本を紹介したいと思います。見てください。今40代をお過ごしの方だったら誰でもですね、知ってるんじゃないかなと。少年ジャンプに連載されていたやるっきゃないとね。これがまあ当時こそっと見るバイブルであったという方多いんじゃないですかね。価格360円、消費税まだ存在してない頃です。いや、これの時代っていうのはね、別に今日はこの本を紹介したわけじゃないんですよ。この時代すごいっすね、相変わらずね。これはのわだ、なんかね、女の子のセクシーなとこ見て鼻血を出す主人公がいますけども、この頃この本を一生懸命見てた時代とか、その頃ジャンプを見てた、ね、世代っていうのは、その頃見てた時代っていうのはね、うん、将来にものすごく夢があってワクワクしていて、自分がどんな大物になるんだろうかっていうふうに想像しながら暮らしてたと思うんですよ。で、会社のね、重役になっていくことを目指したりとか、そこで起きるいろんなドラマとか、当然その頃は家庭もあるだろうなとか、いろいろ考えながら未来にものすごくね、期待して希望を抱いて生きてたと思うんですよ。で今40代になってみて、ロストジェネレーションと言われる世代、自分に起きた、まあ不幸と言いますかね、不運というものを振り返ったりとか、本当にね、誰もね、悪いことをして40代半ばになったわけでもないですし、悪いことをした罰としてですね、サボった罰として、まあ金銭的に時間的に苦しい地位にいるわけではないと思うんですよ。で仕事もなかなかつけないとかね。で将来の貯蓄が2000万ですか、2000万どころじゃなくて5000万ぐらいいるっていうふうな資産もあるぐらいなんですけども、とにかく将来にものすごく不安だとか、うん、なぜか10代の頃っていうのは将来自分が30代40代になる時のことを考えて胸が高鳴って早く大人になりたいと思ったのに、なぜか30代40代になってみるとね、30年後のことが不安でたまらないと、生きていくのが辛いと、いいことばっかりじゃないと、こんなことになっちゃうんですよね。でここで私が言いたいのはね、将来にどんな自分を設定するかによって今今日という日がどんな一日になるかってことを大いに関係すると思うんですよ。もう一回ね、想像してみてくださいと、うん、10代の頃30代40代みたいなそんな時代を想像して、もうね、嬉しいことばっかり楽しいことばっかり想像したと思うんですよ。だから日々楽しかったんじゃないかなと思います、10代の頃ね、若い頃が。でも今30代40代になってみて、苦しい将来しか想像できないのは本当にね、今っていうものも潰してしまうかなと思いますし、そんな気持ちで今を過ごしているんで、どう考えても新しいエネルギーって出ないですよね。でどんどんやる気もなくなっていって、本当に自分の設定した未来に不安に思い描いている未来に引っ張られていくんですよ。そうなんですよ。私たちってのは頭の中で考えた通りに人生がなりがちなんですよね。まあ、そう考えていくと、
幼い頃考えていた頃がじゃあなんで実現しないんだってことになりますけども、そうなんですよね。思っただけではダメっていうのも確かなんですよ。思った結果それに見合った行動をして、そして世の中に認められる、この繰り返しなんだろうとなと思います。だから将来こんな30代40代家庭を持って仕事でも一線で活躍してみたいなことを考えるんだったら、そこはね、思っただけではダメで、じゃあそうなるための進路ってものをきちんと設定して、そこに行くための進学ですとか就職ってものに人に認められながら合格していくってことをやって、もう詰め将棋のように一歩一歩進んでいくことだと思うんですよね。いつか本気になるとか、いつか自分にも運が向いてくるって考えると、これはね、そのいつかってのは来ないわけなんですよ。でそれは今からでも同じで、今40代の半ばとか後半になってね、将来にもういろんなね希望が見出せないとかね、やってられないって思いはあると思うんですけども、でもここで改めてね、自分の理想とする50代とか60代を想像して、そのためにどっちへ向かえばいいのかなってことを、大変かもしれませんけども、歯を食いしばって耐えていくっていうことでね、道は見出せるのかなと思うんですよね。でこれなんでこういうことを言うかっていうと、私はね40からなんですよ。40歳からネットビジネスとか情報発信とかアフィリエイトとか転売とか暗号通貨とか、40歳から全てなんですよ、始めたのは。で今投資を主にやってます。で金利とか利回りってものでやっていきますけども、40代から始めたことで40代までに背負った借金とかビハインドを跳ね返して、帳尻を合わせて43歳ぐらいからマイナス生活がやっと終わって、そっからですねプラスになったものを投資に、プラスになったものを投資にっていうふうに、で投資の全てがうまくいったわけじゃないです。投資の9割はなくなるわけですよ。で残りの1割が高いパフォーマンスを出す、そういったものに出会えたんでやっていきたかなと。で私がなんでそんな気持ちになったかっていうと、40歳を過ぎて、まあ、この人と家庭を持とうかなっていう人にね出会ってしまったんですよ。でその人にどんな未来を提供したいかなっていうのを真剣に思い描いて、10年後20年後30年後とか50年後って考えた時に、あこれはどんな道を通らなければその自分の未来の妄想は実現しないなっていうね、設計図をね、ぼやっと書いたわけなんですよ。であとはその設計図に従った道に進んで、そこでまあね何らかの結果を出して人に認められて次の第一歩を進むみたいなことを、これもただ詰め将棋みたいに繰り返したんですよね。ですから自分の未来に進まない道ってのは全部放棄ですよ。自分のセンスのなかった会社経営とか店舗の運営とか、こういったものは放棄しました。で人を抱えて仕事するっていうことも私にはもう才覚がなかったんで、それももう放棄しました。全部そっちの方は無視したわけなんですよ。で都会に住んでいてもダメだ、都心部に住んでいてもダメだってことで田舎暮らしに切り替えて、田舎でランニングコストを抑えて、そして穏やかな環境の中ですね、自分のビジネスをやっていくってことに切り替えた。これもだから一点集中してそっちの道しか選ばなかったってことなんですよね。で翻ってですね、未来を想像できていても、でも今日ってものを変えない限りは、未来は変わらないんですよ。だからこう言うんですよね、未来を変えるために今日を変えていくっていう風なね、そんな速稼塾の言葉に収まるわけなんですけども、まあね多くの方将来に対して不安だと思います。で将来ね65歳以降で2000万なり3000万なりないと老後の生活も苦しいよと、70歳とか過ぎても働かなくちゃやっていけなくなっちゃうよと。でもそれを受け入れて今のまんま現状維持するんだったら、そっちの道に本当に進んでいくと思います。でもそうではないと、まあ65歳過ぎて2000万そんなね5000万ぐらい稼いだってやるよみたいなね気持ちとか、あと65歳まで終身雇用伸びて70歳まで働けるって言っても嫌だよねと、50歳でもう上がりたいよねってことでしたら、50歳で、金を稼ぐための仕事っての上がるためのルートを作ってもいいんではないかなと思うんですよ。全ては今日何を起こすことによって決まると思いますし、今日何を起こすかって決めるのは自分が設定した未来なんではないかなと思うわけなんですよね。そんな形で、今日もねお疲れ様でございました。吉谷さんもお疲れ様です。